本当に来ちゃったよ。つうか広っ。ここ一人で住んでんの。好きなとこ座ってて。わあ、なんか篠宮の匂いがする。じゃねえだろボケ。お茶入れたけど。どうした？いや、なんでも。あ、そうだ。寝るとこ用意しないとな。あ、ごめんね、本当。そっか。こいつと一緒に一週間寝起きするって。なんでこいつの隣が居心地いいのか分かった気がする。こいつはいつも俺のことちゃんと考えてくれてたからだ。決してこいつが幸運体質だからなわけじゃない。もしかして俺はこいつのこと少しずつ。よし、これで今夜は枕も布団もいい香りでふっかふかだぞ。うん、篠宮君。うん、ありがとう。とうとうこの時間が来てしまった。じゃあおやすみ。おやすみ。何？あれ忘れてた。あれ？まさかお休みのキス？ルイ君一人じゃかわいそうだし、これ抱き枕にいいんじゃない？ああ、そうだね。そうするよ。じゃあおやすみ。おやすみ。おはよう。寝れた？ああ、うん、よかった。朝食うちにあるもん自由に食べていいから。え、もう学校？早すぎない？ちょっと夜とかあってな。じゃあまた後で。いってらしゃい。え？なんなんだこれ。全然意味わかんねえ。いえ、何も。いやいや、なんだよその顔。絶対なんかあったろ。何もない。ほら先輩に話してみろって。いや、何もないです。何があったんだ。ちょ、ヤシル先輩、ほんとに何もない。ちょっとやめてください、ヤシル先輩。ほんと、ほら話しやすくなっただろ。ほんとに何もない。絶対ある。いや、何もない、ほんとに。ちょっとヤシル先輩、話してみろ。ほんとに何もない。ただいま。おかえり。遅かったな。うわ、かっけー。どうしたの？ああ、いや、筋肉すごいなって。はあ、ジム行ってて。今日の朝も大学行く前にやったんで。ああ、それで今朝早かったんだ。まあ毎日のルーティンだから自然だな。へえ。
なんで？いや、そんな笑うの初めて見たから。俺だって笑うときは笑うし。え、もう一回笑ってよ。いや、そんなの急に言われても無理だよ。笑ってって。福原、近い。あ、僕のこと嫌いになった？さあ、答えろ、篠宮。それは違う。俺さ、お前のこと大事だからさ。ちょっと待って。でも一緒にいると手出したくなるっつうか、なんかもう抑えられなくなって。ちょ待って、何？ちっかー、この近さは無理。頭に内容が入ってこねえ。分かったから。だから離れ、ぼっ。この体勢はやばいって、まずいって。福原、僕そういうのはまだ早いと思う。僕やっちまった。ごめん。